はい、じゃあ今、またね、いつもの6号線、ここはね、金町立教、東京都葛飾区ですね。でね、もう今朝の通勤時間帯6時20分なんですけども、まあぼちぼちね、あのバイクが出てきて、すり抜けバイクね。でちょっとね、ツイッターの方でちょこっと見たんですけども、すり抜けバイクとね、トラックが接触して、バイクの方がね、なくなってしまって、トラックの運転手が、逮捕されたというね、書き込みを見たんですけども、まあ、すり抜けバイク、まあ、こうやってこのあとね、映像をいろいろ、今日ね、この3月31日だけでもね、相当な数のすり抜けバイクがいるわけですね。で、大体この真ん中をね、すり抜けていくんですけど、まあ再徐行しながらね、抜いていくならまだしも、結構なスピードで抜いていってるんですよね。でちょっと見てみましょうね。ね、このスピードですよ。危ないですよね。この時間、通勤時間帯にね、乗る人ってこの渋滞が嫌だからね、バイクで通勤してると思うんですよ。こうやってすり抜けていけますからね、ただね、すごく危険なんですよね、乗ってる人から見れば全然このぐらいと思うんでしょうけど、やっぱりね、もうスレスレなんですよ、見るとね。スレスレのところを縫っていって、ね、例えばじゃあウインカーも出さないでね、車線変更する乗用車が急にね入ってきたとなったらぶつかりますよね。あとは信号の先頭なんかで止まってる時にね、すり抜けしてきたバイクがもう当然のように目の前に一番先頭に来ますよね。で、トラックなんかはやっぱり運転席がね、高いので目線が高いから真下に入られても見えない場合もありますよね、で、まあだいたい発進するときにこう一通りミラー、左のミラーチラッと見たりとかいろいろしますけども、もしそういうことをしないドライバーだったらどうするんでしょうかね。見切り発進とかするドライバーだったらね、バイクが目の前に後から入ってきたのに気づかなくてね、押しちゃったとかさ、だからバイクの人のその認識とね、やっぱり乗用車、トラックの認識は違うわけだから、見えてるなと思っても見えてなかったりとかね。まあ実際僕もね、若い時はバイク乗ってて同じようなことやってましたよ、やっぱりね。まあ原チャリも乗ってたし、でやっぱりこうその時の意識っていうのは、まあ乗用車の人は自分のバイクを認識してるだろうね、見えているだろう、それを前提にして走ってましたよね、だから今やっぱりね、こうやって自分で トラック乗るようになって、あ、相当車の人はね気使ってただろうなとかね、走りづらかったろうなとか、まあそういうのははっきりと思います。でこう走ってる時に見て、これ抜いてくるんですよ、こうやってね。これが一番危険ですよね。止まってる時ならまだしも、じゃあこうやってちょっとほら車線が左に寄ってて、トラック道幅は結構ねいっぱいいっぱい使うので、左に寄ってしまった時に当たった、死んじゃった、捕まったじゃさ、やっぱりね、なんか気分悪いしね、えやっちまったっていうのもあるだろうし、まして相手がね亡くなっちゃったらね、もう本当に取り返しのつかないことになっちゃったし、プロドライバーとしてね、これで飯食ってるわけだから、うちらは。
ちょっとね、納得いかなくなっちゃいますよね。それでね、まだね、まあ、ライトをつけて、ライトをね、つけて走ってくれてるならまだしも、ね、無灯火で、昼間でもね、ミラーを見てね、見えづらかったりとかするわけじゃないですか。やっぱり小さいからね。だからやっぱりね、その、バイクの方も、やっぱり、防衛運転というかね、いかに自分の存在を知らせるかっていうのが大事だし、で今のバイクもね、自分のトラック走り出してるのに、この左の4トンとね、僕のトラックの間をすり抜けてきたわけですよ。まあ、正直ね、もういちいち見てらんないですよ、一回一回。こういうのね。まあ、危険ですよね。かなりね、やっぱり普通に考えてもね、この4トンだってワイド幅なんでね、やっぱり道幅結構ギリいっぱいいっぱい使ってるんですよ。なんでその間をすり抜けてきて、ちょっとでもバランス崩したらやっぱり巻き込まれちゃいますよね。下手すればタイヤの中にね、巻き込まれちゃったりするわけじゃないです か。 だからそういう危険をさ、やっぱりね、自分もなんていうんですかね、もう予知してね、走ってもらいたいもんですよね。明らかにやっぱ通勤時間に乗ってる人とバイクが好きでね、安全運転でやってる、走ってる人とね、やっぱ違いますから、運転の仕方がね、どうしたって。もう、やっぱりね、朝の時間だから、やっぱり、急いでるから、無理に追い越してくるんですよね、強引に。でね、ぶつかればこっちが悪くなっちゃうしね。まあ、この環七のね、下、これアウト陸橋なんですけど、たまにここにね、白バイがこう、すり抜けバイクをやめましょうみたいな感じでね、取り締まりっぽいようなことやってるんですけど、まあやってれば手前でね、みんなすり抜けしないで止まるから、ここにいますよーって言いたいんですけど、ねえ。これね、ちょっとね、時間が、まだね、6時半過ぎなんで、まだそんなにいないんですよ、すり抜けバイク。これ、7時回ってくると、結構な数でね、まあ、昨日そうだったんですけど、今日ちょっと早めに出たんでね、年度末、月末ということで、ちょっと早めに出たんですけど。ね、危険でしょ、このスピードで。ね。止まってるならまだしも、この走ってるところでね、で今大型と大型がこう並びます。それでもこうやって来るからね、僕もね、実際左側のね、下ミラーで擦られてそのまま逃げられちゃった時ありましたけどね、2回あります。2回。1回目はね、昔だったんでドラレコなんかなかった時ね。で、2回目は、ドラレコはついてたんだけど、衝撃がないと、映らないやつ。だから、バイクに擦られたぐらいじゃね、ドラレコが反応しなくて映らないやつね。で、やっぱりすり抜けだから、逃げられちゃいますよね。で、一瞬の出来事なんでね、ナンバーもね、見えなかったし。まあ、ひでえもんですよ。やっぱ一番僕ら怖いのはね、この大型が2台並んだ ところとか、それでも来ますからね。また今1台来ますけど、これ
で俺がもし左寄っちゃったらどうしようと思うんだろうね。潰されちゃうよね。あとはこのなんて言うんだろうね、やっぱ感覚の違いで、例えばこのトレーラーがね、もし左カーブだったところで、よくあるのがね、左側から抜いてくるバイクがいるんですよ。で、懐に入ってきて内輪差で巻き込まれちゃったりとか、そういうこともあるしね。だからまあこの車の、まあ本当にこの通勤の人たちっておそらく乗用車も乗ってるんですよ。ただこの通勤の時はバイクで、渋滞嫌だからね。ただ車の動きも分かるんでしょうけどね、こういうトレーラーとかの動きって分かんないじゃないですか。まあだからその内輪差に入ってきちゃったりとか、だからよくね、うちらよくあるのがダブルで右折の時あるじゃないですか。で、だいたいトレーラーって左側を右折するんですね、ダブルの時は。で、右側の乗用車がね、トレーラーの懐に入ってきて、お構いなしにね、だから内輪差も何も考えずに入ってくる乗用車とかいるけど、やっぱりそれって仕方ないんですよね。トレーラーの動きが分かってないから、もしくはね、単車の動きが分かってないからね、単車っていうのは大型ね、大型の単車、その内輪差っていうのが理解できてないから、まあ悪気はなく入ってきてるんでしょうね。だからこれは仕方ないことなんですけども、まあうちらがこれはね気をつけることなんですけどね。だからそういうのもありますね。やっぱり認識の違い、トラックの運転手は分かってるだろうそれぐらいって思うだろうけど、やっぱ分かってないんですよ。でこのバイクもね、やっぱりこの例えばこれ一番左側が自転車のね、走行するこのレーンがあるんですけど、やっぱりね、今みたいにこの左の、ノアみたいにね、右寄りに走ってくると、僕のトラックがね平行で並んじゃうと、すり抜けバイクは狭くなるわけですね。また一段とそれでもすり抜けてくるんですよ。だから左に少し寄っててもらいたいんだけど、で右が走ってると、あの車は右寄りで、左はちょっと左寄りで、真ん中はすり抜けバイク多いから真ん中を少し広めに取って走りたいんですけど、そうやって言うと、いや左は自転車レーンだからあんまり寄っちゃダメです。まあそうなんですけど、この時間帯見てくださいね。大体走ってる人は歩道を走ったり自転車するじゃないですか。だからそのルールはルールなんだけど、交通ルールなんだけど、その時と場合によって使い分けるね。で今の時間自転車なんか捨てるのほとんどいないんだから、ちょっと左側寄ってね、すり抜けバイクがこう当たらないようにするしかないんですよね。いやルールだからルールだからっていう人いるけど、その時その時に応じて対応していかないと。ルールも大事なんだけど、そこじゃないんですよね。ルールは守るのは大前提なのかもしれないけど、その時とね場合によってその走り方を変えてみたりとか。で今の時間なんか絶対、今の俺の脇の4トン車左寄り走ってるじゃないですか、ね、やっぱこういうのってすり抜けバイク多いからなんですよね。でやっぱりね、そういうことを気づく人ってそうやって走るんですよ。気づかない人っていうのはそういうこともできない、だから接触事故を起こしたりとかするんですよね。だわざと右寄り寄ってね、すり抜けできないようにするやつもいるしね。でもこれは仕方ないですよ。すり抜けすんなすんなって言ったってしゃんだからね、するんだから、それがバイクの特権なんだから。だからお互いその危ない部分を認識してね走るしかないと思うんですよね。それがすり抜けをもう大々的にね取り締まってもらうか。でまあこういうね、自転車もいるんで、その時に応じて右寄ったり左寄ったりっていうね、結局これ路駐してればね
自転車もこうやって走るしかないわけじゃん。これ危ないよね、どう考えたってね。だから結局やっぱりね、歩行者、自転車、バイク、ね、ぶつかっても悪いのは車だっていう、まず認識があるんだよね。だから俺らが優先だみたいな。でもね、確かにぶつかって悪いのは車になるけど、ね、死んじゃったら終わりじゃないですか、あなた。ってなるわ、なるじゃん。死んだら終わりだよって。だから、ね、悪い悪くないの前に自分の身を守るような走り方をしなきゃいけないし、 100% 車がね、あなたのことを認識してるわけじゃないから、見落としてる場合もあるわけじゃん。だからそういうことも頭に置かないとダメだと思うんだよね。車は止まってくれる、避けてくれる。そうじゃなくて、ね、この時間帯だったら東京でもね、歩行者少ないじゃないですか。だったら危ないからね、この歩道を走ろうとか、そういうことなんですよ。ルールも大事だけど、身を守るためにはそういうことも必要なの。で、今おまわりさんがね、歩道を走ってるチャリンコを見て捕まえないでしょ。だからそういうところなんですよね、やっぱりね。本当にね、今乗用車の人って携帯見たりとかテレビ見たりとかね、えやっぱり前ずっと前向いてるわけじゃないんですよ、ダメだダメだって言ってもやっぱり実際携帯見てる人多いんですよ、やっぱりね。だから常に見られてると思わない方がいいですよね、これも歩行者がさ渡ると思うんだよね。こういうのもね、まあ当たり前にこう渡るんだけど、まあ見えてねえだろうなとかって思わないんだよね、躊躇しないんですよ、ね、躊躇せずにはまあ俺らが優先だからって渡ってくるんだけど、まあ確かにそうなんですよね、あなたたち優先だからこっちが止まらなきゃいけない。でも見落としてた場合とかあるわけじゃないですかね。だからそういうことを考えて、こっちもね最善の注意を払ってるけども、やっぱり歩行者、自転車の方もね、自分たちが優先だからじゃなくて、少しいろいろね事故に遭わないような動きをしてほしいっていうのあるよね、やっぱね。だからこの間ね、やっぱこの場所で女性の方がね、交差点を左折しようとしてて、まあ右見て、来なかった。で、左見たら来なかった。で、車出しちゃったんだよね。そしたらもう右から自転車がね、横断歩道を渡ってきてるんだよ。ね、自転車を乗って横断歩道を渡ってきてるの。でその人は右って見なかったから、右左見て出しちゃったから、右からさっきまでいなかった自転車が いたわけですよ。ほんでコツンと当たってね、自転車のお母さんがね倒れちゃって、ね、だそういうのもありますよね。やっぱ横断歩道を自転車乗って渡ってくるね、そういうのもやっぱりねあるし、そんでも悪いのはやっぱ車になっちゃうんでしょ、やっぱりね。これ正面にはね、スカイツリー見えますよね。ちょっと霞んでますよね、今日もね。よいしょ。これ左折レーンが、左折矢印が出るんだけど、向こうからもね、まだ右折がね、矢印出てるんでね、頭出しちゃうとぶつかっちゃうんですけど、これね、気をつけないと。よいしょ。
そのすり抜けバイクなんですけど、やっぱりね、すり抜け自体は、違反の対象にならないというかね、ただし、交通ルールと一緒で、車線ね、車線が破線だったり、白の実線だったりね、あとオレンジラインだったりと、それによってね、そのラインをはみ出してね、例えばオレンジラインをはみ出してすり抜けしたら違反の対象になるし、いろいろあるみたいですね。それで、あとはね、路側帯なんですけど、いや早いなこれ右折が消えるのが、路側帯でもね、歩道がある路側帯だったら左からのすり抜けも OK、 で歩道のない路側帯だったら左からのねすり抜けが違反とかなんかありますよね。あとね、停止線、よくね信号待ちで止まっててすり抜けしてきて前に入ってくる人いますよね。でその前に入ること自体は違反ではないみたいです。ただし、停止線を越えて割り込んできてね、停止線を越えて止まると、赤信号でね停止線を越えると信号無視になるみたいですよね。だからね、そう考えるとこの間のその28日にあったね死亡事故も、タンクローリーの左側をねなんかすり抜けしてたみたいで、カンナナね、カンナナで、あそこを見ればやっぱり歩道があるじゃないですか。で左側をすり抜けたってことは、取り締まりの対象にはならないんだろうね、きっとね。この辺がね、ちょっと難しいよね。走ってるトラックのね、脇をすり抜けるっていうのは、やっぱり取り締まり対象にならなくてもね、危険なのは分かりそうなものでね、そこはもう、運転手のね、判断ですよね、バイクのね。前方に注意を取られたとか言ったって、まさかね、逆に言えばね、走ってる時にしかもね左から抜いてくるとは思わないしね。止まってれば全然ねいいと思いますけど、走ってる時にそれやられて、だからね、その右に障害物があってね、それを避けるためにちょっと左に寄った時にね、左にバイクがいたと、基本的にはミラーを見て寄るようにはねしますけど、とっさの時にその余裕がない時とかもしかしたらあるかもしれないじゃないですかね。だからそうなった時に